風紀委員のお仕事、頑張ります。マスター、私を触る理由を論理的に説明してください。ドクター・ミハイルは私を作ってくれたすごい研究者です。マスターはドクター・ミハイルとお話ししたことはありますか？マスター、これ以上触ると爆弾が発動してしまいますよ。マスター、これ以上触ると爆弾が発動してしまいますよ。